ポンとペロペロポンです。今日から1週間ヘアアレンジの動画を撮っていこうと思います。みんなが私をいじめるの、いじわるいじわるいじわる。まず今日初日はこの普通の下ろした状態で編み込み下ろしヘアみたいな感じにしようかなと思って、前までは結構ボブだったことが多かったからなかなかヘアアレンジができなかったりとか、できるって言っても数が少なかったの、できる種類の。でも今はもうエクステつけて髪が長くなったから結ぶこともできるし巻いたりもできるし、いろいろできるなって思って、髪が長い間にいろいろやっていこうと思ってね。編み込みは編み込みと三つ編みの違いがねあんまりよく分かってないんだけど、横の髪を残して三つ編みをしていくみたいな感じかな、わかんない、私もこれ合ってるかわかんないけど、はい、こんな感じで三つ編みができたらこのゴムで留めて、あとはピンで押さえつけるみたいな、これ合ってんのかな、はい片方できた。そしたら反対側もね同じ感じで、なんか私はね普通に三つ編みみたいな感じでやってるんだけど、多分ね本当は編み込みって三つ編みの逆っていうか、なんか裏から髪を取るみたいな感じらしいけど、まあ私はそれできない。さあピンでいい感じに浮かないように留めて、こっち側も留めて、この時にちょっとこの編み込んだ部分をふわふわってすると多分いい感じになる。わざとね引っ張ってくしゃくしゃにするっていうか、編み込んだ一個一個を引っ張る感じ、なんか美容師さんとかがよくやってる感じ。結構前にね撮影でヘアメイクさんがやってくれた時に三つ編みをした後にふわふわって抜いてんの、それを見てこんな技あるんだと思って、そっからちょっと真似してる編み込みするときは。はい、そしたらお嬢様系編み込みストレートヘア完成。みんなが私をいじめるの、いじわるいじわるいじわる。はい、ということで今日は2日目。今日は低めの2つのお団子、これもね簡単だからねすぐできるわ。耳の横ら辺でこの辺でお団子するやつさ可愛くない？しかもこの髪型だったら髪が短くてもできるし、あなんか編み込みしよっかな。編み込みってめっちゃ便利だよね。ちょっとワンポイント足そっかなみたいな時に編み込みするとすぐそれっぽく見えるから。ちょっと編み込みしたら耳の後ろで結んでツインテールをする最後の1回でちょっとね小さくこうやってお団子にするの。そしたらお団子の周りに残った髪を巻きつけてピンで留める。でもこれだと変だからちょっとね周りに広げてそこをピンで留めていったら完成。だいたい上と下かな、上と下に広げて留めて終わる、こんな感じ。そしたら逆も同じ感じでやっていきます。これはねガチで個人差だと思うんだけど、めっちゃ綺麗なお団子よりもちょっと無造作っぽいお団子の方が好きなんだよね。ちょっとくしゃくしゃってなってるみたいな。だいたい編み込みしたら一番下を結んだりとかピンで留めたりするんだけど、お団子の時はこの編み込みの終着点を結ばなくてもなんか大丈夫、無造作な感じのお団子にするから、ここで一気に留めちゃえみたいな感じ。こっちもちょっとだけやったらピンで周りを留めていきます。こんな感じで根元に巻きつけたら上に引っ張ってピンと留めて、あと下も下に引っ張って留める。できたー。そしたらこの編み込みをちょっと引っ張ってボリュームを出します。こっち側も。そしたらちょっとねここにボリュームが出て可愛くなる。こういう髪型の時はこういうシフォン生地みたいなやつをつけるのが可愛いと思う、私的に。黒だとあんま目立たなかったんだけど、こんな感じで完成です。みんなが私をいじめるの、いじわるいじわるいじわる。はい、今日はストレートのハーフツインをしていこうと思います。まあ、ストレートのハーフツインそのままだからね、なんかやり方もクソもないんだけど、まあこういうヘアアレンジをしてるよみたいな感じでやる。ただね髪の毛ストレートで耳の上のところだけを結ぶだけ。てかね気づいてる人いるかもしれないけど、実はね1週間7日間やるとか言っといて、本当はね2、3日で取りだめたやつをちょっと服がバラバラになるように並び替えてやってる。はい、ハーフツインできた。だねこういうね可愛い感じのリボンとかをつけたら完成、もうすぐあっという間。みんなが私をいじめるの、いじわるいじわるいじわる。はい、じゃあ今日はねポニーテールをしていこうと思います。もう今日はね言うてほぼ全部同じ日に撮ってるんだけどね。
ポニーテールってなんかやり方とかないよね。ただ髪をね一箇所にまとめるだけ、後ろに。今日ダンスレッスンだから今日はここまで撮って、残りはちゃんと違う日に撮ろうかなって考えてる。違う日に撮るやつは服が変わるから、1日目が今日この服で撮ったやつで、まあ、2日目3日目くらいに違う服で撮ったやつを乗せて、でまああと残りをこの服のやつにすればなんかちょうどいい感じになるかも。ね、緩めに持ってって、耳のね横のところもねちょっと出したいんだよね、可愛いから。遅れ毛みたいな。ポニーテールにするとめっちゃ目がつり目になるからさ、なんかいつも私垂れ目だから、つり目になるとなんかめっちゃ別人みたいになる。ポニーテールの時は大きめのリボンをつけて、こんな感じで完成。で遅れ毛、この耳の横のところだけちょっと巻いて、右側も。そしたら完成。みんなが私をいじめるの、いじわるいじわるいじわる。はい、今日は頭の上で一つお団子をやっていこうと思います。もう今日はっていうかさ、もうこのボサボサな髪を見てわかる通りに、今日も今日もっていうかね、もう取りだめしてんのよ。もう服も一緒だし、諦めるわ私今日はとか言って、まるで毎日やってるかのように見せようって最初思ったけど、もう諦めるわ。もう服も同じ、髪もボサボサ。こんなんね毎日やってると思われないだろうし、これで本当に毎日やってたらさ、毎日服が同じで髪の毛がボサボサの女になっちゃうから、取りだめてます、同じ日にね。これはねもう簡単、もう頭の上に持ってきて、私はねエクつけてるから、もうそんなにね綺麗にピチってできないのよ。もともと編み込みのエクつけてるから、もう編み込んでる部分が見えると思うんだけど、もう編み込んでるから綺麗にできないし、今時はねちょっとボコボコしてる方が無造作みたいな感じで、多分可愛い、きっとモテるんだろうねそっちの方が。モテでいこう、モテで。もうクシも使わない。で最後のキュッてやるの。そしたらこの残った毛を逆毛を立てるっていうか、もうなんか逆側にブワーってやるの。モサモサになったらそれを巻きつけて完成。できたな。まずねモサモサのやつをさ止めるじゃん、ピンで。したらあとはもうこの辺のはみ出てるやつとかをピンでまとめて完成。それだけ。簡単、あら簡単、猿でもできるわこれ。こういう風に割れてるところがあったらなじませるために倒すの私は。なんか汚らうんこみたい。こうやって失敗しちゃった時はこういうリボンをつけてごまかす。はい、来た、完璧。もうリボンがあればねどんなに失敗してもごまかせるから。それでもまだやばかったら、もうこういうねティアラとかをつければ絶対にねそっちに目が行くから、もうこれで OK。 もうガチで失敗した時はティアラ、これ100均で売ってるからみんな買っときな。みんなが私をいじめるの、いじわるいじわるいじわる。で今日はね巻き髪のハーフツインをしていこうと思います。なんかもうねあの7日間とか言って、絶対7日間じゃなくて1日2日で取りだめしてるってもうみんな分かってるだろうし、前回これの1個前にストレートのハーフツインを取ったの。だからもういっかって思ってそのまま始めた。でもね私はまあまあ頭がいいから、同じ服のやつはねバラバラに乗せて違いを出していくから、まるで本当に7日間取ったかのように。もう今ねなんか外出自粛とかでさ全然外出なくてマジで、もともと家の外出るのもそんな好きじゃないし、引きこもりが好きな人がさ外出自粛されたらさもう家から出ないよね。で家から出ないイコール化粧もしないし髪の毛もやんないから、もう1日2日で取りだめるしかないんだよね。この巻き髪は別のちょっと前の動画で出した巻き髪講座みたいな感じでやってる通り、本当にアイロンで巻くみたいな。はい、完成。できた、巻き髪ハーフツインテール。前回がハーフツインの時が黒のリボンだったから、赤いゴムとかにしよっかな次。なんか同じゴムをさ2個セットで買っても絶対1個なくしちゃうんだよね。だからちょっとね別々のやつなんだけど。できたー。みんなが私をいじめるの、いじわるいじわるいじわる。今日はねテロがよくやってる巻き髪で下ろして横にピンで留めてるやつをやっていこうと思います。もうね7日間やってるっていう風に見せるのすらやめたっていうね。そう、前回巻いたからそのまま普通にも巻いてピンをね3つほど留めるだけ、3つ4つくらい。私はね銀と金の組み合わせが好きだからよく銀と金でつけてる。でね、4本あるときはバッテンにしてあと2本を平行にするっていうのが可愛いんだけど、なくしちゃうんだよねピンも。だから今もう3つしかない、最初4個あったのに。はい、完成。早っ。みんなが私をいじめるの、いじわるいじわるいじわる。はい、そしたらラストはみんな大好きツインテール。もうツインテールはね簡単だから、この横髪をちょっと残して耳の後ろらへんで結ぶだけ。もう言わずもがなって感じだね。じゃあんまり高すぎるとちょっとどこぞのプリキュアかなみたいな感じになっちゃうから、耳の後ろらへんで。
これはね、失敗もクソもないから誰でもできるし、なんか可愛いし、めっちゃいい、コスパいいわ。この髪型できたー、ツインテール。そしたらリボンとかで蝶々結びをして、後ろにアメピンを入れて刺すだけにして刺す。リボン左右違うんだけどね、よく見たら。でもね、わかんないからね、あんまりね。自分はさ、ここが嫌だなとか、ここがもう少し良かったらなとか、コンプレックスとかってあるじゃん。鼻がもう少し高かったらなとか、目がもう少し大きかったらなとか、自分ではすごいいろいろ思うけど、人から見たらさ、わかんないんだよね。だからリボンがね、左右全然違くて、右はフリフリで、こっちはまっすぐだけど、まあわかんないよ、人から見たら。はい、完成。これよく思ったらね、1週間とか言って8個ある気がするんだけど、もう1週間すらも数えられなくなった。1から7までも数えられなくなったわ。みんなどうでしたか？この1週間ヘアアレンジコーデ、ヘアアレンジ対決、ヘアアレンジ。もしよかったらこういう髪型もあるよとか教えてください。最後まで動画見てくれてありがとうございました。この動画が良かったら高評価ボタン、チャンネル登録、 Twitter のフォローよろしくお願いします。バイバーイ。夢は叶えちゃって確率先輩。